はい、こんにちは。世界で一番 NHK に詳しい日本改革党豊島区議会議員、靴沢良治でございます。まあ、外国に NHK はないんで、日本で一番詳しければ世界一ってなりますけれどもね。朝日新聞報道であります。見出しがですね、 NHK 訪問営業の業者委託を来年秋で全廃方針なんて、ニュース今日出ましたね。で、まあ、部分的にですけれども、いつものようにはしょらずに、記事の文言載せますね。外部スタッフを削減し、半数超を占める外部業者への委託契約は、2023年9月までに、来年9月までに全廃する方針を明らかにした。受信料徴収にかかる営業経費を減らし、23年度中の受信料値下げにつなげたい狙いがある。22年度予算案の発表の中で明らかにした。新型コロナウイルスの影響や訪問による苦情を踏まえ、受信料の契約や徴収を訪問以外の手段に切り替えている。個人の委託契約のスタッフは残る見通しだが、業者委託の訪問スタッフについては担当分を21年度の1439万世帯から22年度は313万世帯に減らし、23年秋で全廃する方針だというのが記事そのものを載せました。まあ、予定はですね、来年の9月までに集金の外注を全廃する方針を予算案で明らかにしたと。外注はですね、訪問の過半数を占めると。個人契約の集金には残すと、ちらっと嫌なこと書いてありましたね、これね。ネットの反応です。なんか悪いこと考えてんだろ、これ。上、間違いなくそれ。直接営業に変えるだけだろ。強制徴収の方法を見つけてしまったのか。郵便局使う話がニュースになってたが、強制徴収のめどがついたのか。ネットから取る密約ができたんだな。受信契約の強制が認められる見込みだからでしょう。ネット回線に上乗せされる予感と。社員が直接来るようになるだけ。こういうような意見がありました。まあ、私世界一 NHK に詳しいんで、まあ、解説いたしますけれども、解説した上でですね、これはこういうことだろうと解説って2回言っちゃいましたけど、こういうことだろう、こうなるだろう、今後はこうだろう、あるいはこうかもしれないっていうのを今から言いますね。NHK 出勤人には実は3種類います。3種類1、N リンクスなど入札外注組。2、個人で契約している請負人。これ、Uber みたいな感じですね。会社通さず、個人で NHK と請負、Uber ですね。要するに、NHK 正規の専門職員ということで、通常の集金人は外注組であります。これ、入札で3年ごとに変わります。この地域は、今年まではこの会社で、来年からは入札で買ってこの会社になるとかですね。ですんで、おなじみの N リンクスとか、グッドスタッフばかりがこういうのやってるわけではないんですよ。で、3年おきにコロ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 変わるもんだから、割とあとはのとなれっていうやつらが多い。払いせにですね、庭に貸し処分したり、大変なことになるぞとか、どうなっても知らないぞとか、裁判する権限もねくせに裁判になりますよとかですね。逮捕不可避のことをやるですね。まあ、バカで、法律の知識はおろか、一般的な知能を持ってないものも多いであります。巷でいうところの代表版が悪い集金人といえば、こいつらね。専門職員。専門職員は NHK の正規職員です。営業センター勤務の正規職員ね。お給料もすごく高い。多数の契約が見込める病院やホテルなど、大型の事務所に出向いてですね、契約をまとめるのは、集金人じゃなくて、正規職員ですね。請負人制度。これ、Uber です。会社通さず、NHK と直接
契約している個人、実はですね、15年ほど前の2013年ぐらいまでは、集金人といえば、これだった。2016年ぐらいかな。集金人といえば、これだった。ウーバーだった。個人の責任で営業するためですね、外注組、今の集金人に比べてですね、身を守るための法律の知識もそこそこあってね、脅したり、あんまり頑張ったりなんかすると、警察呼ばれるなんても知ってますし、庭に立ち小便や、強要や脅迫はしていませんでした。不退去はやってました。帰れっつってもう帰んねえの。私2回ぐらい経験してます。昔から NHK は大嫌いで私は戦っておりましたんでね。余談なんですけど、NHK はどうも、この Uber の請負人に対してですね、NHK 正規職員、ちゃんと雇ってるって誤解させる言動を取ったようでですね、外注組、15年ぐらい前に外注に一斉切り替えの時に、当然ウーバーどもを首切るじゃないですか。でね、なんでっていう正当な理由なく、なんで解雇すんのっつって集団訴訟を起こされてます。ウーバーどもに。これはウーバーの全然の誤解なんですけど、俺たちは NHK の正規職員であるって誤解するような扱いをしてたんでしょうね。まあ結果はNHK 勝訴なんですけどね。理由は職員でなく個人契約だから、頼んだだけだから、外注だからということでね。で、記事には個人契約の集金には残すとありましたんで、何のことはない。15年前に戻るだけであるなぁ。で、私は推測いたします。これまでのですね、いろんな寄せられた情報かなんかから判断しますに、過半数が外注って書いてあるんで、まあ、半分近くは変えないで済むわけだ。ウーバーと正規職員で訪問させられるわけだ。訪問は欠かせないって NHK は思い知っております。それは2020年度中、コロナで集金人の訪問をですね、まるっと1年間自粛したんですよね。その結果、契約数の、減少に驚きまして、っていうのはですね、ぶっこしたりとかですね、まあ、入院したりとかですね、そういう自然減、契約数の自然減の分を、まるっと補填できなかった。まるっと減っちゃった、自然減。新しく新規契約できずに。でね、集金人の訪問なくして、NHK は成り立たず。で、経営委員会が思い知りました。やっぱダメだな、集金人ね。黙って集金人を訪問させないでおくと、減る一方だ。右肩下がり。っていうことに気づいてしまった。背景なんですけど、まあ NHK 内部でもですね、集金人の苦情件数、なんと年間1万4000件。これ内部資料に出てるんですけど、NHK 職員はですね、みんなですね、このぐらいの手帳渡されまして、NHK こういう組織ですみたいな。そこにですね、1万4000件。年間。これは多い。なんとかせんと。で話し合われていた、まあ、朝日新聞の記事にも集金人による苦情なんていうのも書いてありましたけども、だが、不退去罪、強要罪、詐欺罪、脅迫罪が怖くなーい、イコール分かってない、法律無視の外注集金人のおかげでですね、あとは野とられ山となれ外注組のせいでですね、契約数は右肩上がりだったんですよ。急に成績良くなったんですよ。外注に切り替えたら、ウーバーから外注に切り替えたら、なんせ行儀悪くて強引に契約取っていくからね。それで焦りつつも問題視されつつも黙認されておりました。まあ、こちらが NHK 契約数の推移なんですけどね。まあまあこれだと分かりにくいんですけど、外注に切り替えた真ん中あたりから右肩上がりな様子が、お分かりでしょうか。
真ん中あたりから、真ん中あたりはまああの減ったり増えたり横ばいで、外中行儀悪い連中強引な連中に切り替えたら右肩上がりと、今月開始のですね、今国会でですね、放送法もいろいろあの変更になりまして、未契約世帯の割増金、まあ罰金ですね、早い話が、これもあの P キャスカードの邪魔表示を消すために電話さえしなければ何にも怖くないです、の代わりにですね、繰越金を継続的に受信料値下げの原資とするっていう法改正が行われるんですよ。つまり余ったら余っただけ値下げしろっていう風になると、このためですね、 NHK はですね、売上の右肩上がりに情熱を失ってしまいました。別にもういいや、だって余ったら余ったで値下げなんでしょ、手元に残んねえじゃん、ということでですね、これ大ダメージですよね。もういいや、今 NHK の幹部経営員が目指してるのはですね、自分が任期中のソフトランディング、自分が任期中の数年は潰れないでほしい、自分の給料はちゃんと支払われてほしいっていうふうに弱気になっております。で、あの契約数増加は諦めたと、で、あまりにも評判の悪い集金人の犯罪行為の是正も兼ねて、私も騒いでます、皆さん騒いでます、ネットでもひどいです、今より節度も知識もある子外集金人 Uber に戻すと、まあ何のことはない、15年前、だって15年前だって横ばいではいられたんだもん、そんなにそんなにね、行儀悪い犯罪者、犯罪を行ってますからね、不逮捕罪とかね、そういうのの集金人を放置して右肩上がりを目指すよりも横ばいでいいや、あと数年ちゃんとしていればいいや、ちっと行儀いいウーバーに変えよう、戻そうっていう風になったんだと、そうすればね、外注やめました、朝日新聞なんかで、まるで集金人の訪問一切なくなったかのように思わせるようなタイトルで今回報道してますよね、仲間の朝日が好意的に発表してくれると、これもちろん民放テレビ各社も好意的にですね、こういうふうに誤解させるように報道すると思いますよ。まだ夕方っていうか夜のニュースないですけどね、まあテレビないんですけど私は、ウーバーが問題起こしてもですね、最終的にはですね、請負契約で職員じゃないんで、で逃げられますもんね、今と何も変わらない、再発防止に努めます、事態を重く受け止め再発防止に努めます、まるであれですね、岸田総理の遺憾みたいなテンプレ言ってりゃいいと、まあここまでが私が考える一番可能性が高いこの報道の意味、 NHK の今後だと思います。他の可能性はこちらですね、テレビの個体番号しか認識できなかった B キャスカードに場所を特定する技術革新があったと、まあ今ですね、邪魔表示消すために B キャスカードの番号と住所の名前を言うと、まあ、消してもらえるんですけど、 NHK は決してその B キャスカードのありかを分かっておりません。アメリカにあろうがメキシコにあろうが東京にあろうがどこにあるか分かんない、ただその番号の B キャスカードが刺さってるテレビの邪魔表示を消すという作業はできます。ですんで B キャスカードの番号を言って憎たらしい人の住所の名前言ってもそれはそれでバレません。NHK は分かりません。じゃあ契約してくださいって集金人にその憎たらしい人のとこに行くだけです。これなんか技術革新があって、どこそこマンションの何々号室って分かるようになっちゃったっていうことも考えられますけれども、ちょっと位置情報とか個人情報保護法に関わることなんで、
ちょっと可能性薄いですよね。ネットから徴収する法的目処が立ったなんて可能性もありますけど、そんな話聞いてないですよね。世界一 NHK に詳しい私のとこにもそれらしい情報が届いておりません。どっちも可能性が低いであります。なのでウーバーに切り替えんだ、ちょっと行儀よくさせんだっていうような話、それだけだと思います。ネット回線に上乗せ徴収なんてことになりそうだったら大抗議運動いたします、日本改革党が。その時はぜひご参加ください。それ以前にですね、スクランブル要求デモイコール実質解体デモを3月に予定しておりますんで、ぜひご参加ください。実は私今日午前中抗がん剤やってきたんですけれども、胃腸の方に副作用来て食えなくなるんで心配であります。全部で8回やるうちの6回やってきました、今日午前中。抗がん剤治療頑張りますので、3月にはその治療も終わってるはずなんで、で終わったら外出って言いますね。今抗がん剤で免疫が落ちていて、風邪なんかひいちゃうと大変なんで、こういう体なんで外出できない。外出できるようになったらば、デモを3月にやる予定であります。その時はぜひご参加ください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよかったらどうぞ。デトックスジャパン。